どうもこんにちは、仙台リメンバーの高橋です。今日なんですけど、難問切り返し面接ということで IQ145 の方に来ていただきました。で、東大生の平均が120らしいんだよね。すごいですね。はるかに上回る IQ ということで、ちょっとその方に来ていただいて、難問どういう風に切り返すのかなってあたりを見ていきたいなと思います。ということで、鈴木さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日の面接官は前の馴染み岡本さんに来ていただきました。岡本さん、軽く自己紹介の方お願いします。うずずな岡本と申します。ひろさんチャンネルという YouTube チャンネルで就活情報とかも発信してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速面接の方お願いいたします。では、IT 企業法人営業、インターネット広告の、詳細を取り扱う法人営業のポジションの採用面接官としていろいろ質問させていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、いくつか、質問していければと思うんですけれども、動物に例えると、何かなみたいなところでいくとどうでしょうか。はい、リカオンというあの動物に結構憧れているっていうところもあるんですけど、似ているかなっていうふうに思ってます。で、リカオンっていう動物なんですけれども、どんな動物かと申しますと、アフリカの中で最も狩猟の成功率が高い動物というふうに言われていて、そこのどんな部分が例えた部分でこう似ているのかっていうところで言うと、リカオンはかなり社会性が高い動物になっていて、例えば狩りをする際に、1匹がひたすら例えば、ヌーであったりとかを追いかけて、でその1匹がずっと追いかけていて疲れ始めると、ちょっと力を抜いて温存して走っていったもう1匹が追いかけて、いうふうに交代制で相手を疲れさせてから狩りをするっていう動物になっていて、でかつライオンとかだと例えば狩りをする際に、2、3匹一気にこう襲いかかることが多いんですけれども、リカオンは確実に1匹を狙うっていう、でそういった点で目的に対して組織としてしっかり目的達成に向けてこう動いているっていうところが、私自身もそういう人物でありたいなっていうところと、私自身が好きだなと思うので、動物に例えるとリカオンなのかなと思ってます。かしこまりました。ありがとうございます。それではですね、また別の質問を伺えればと思うんですけれども、人生で最も後悔していることは何か教えてもらえますか。はい、小学2年生の頃に実は親が入院をしておりまして、でその際に病気が治ると思っていたので、こう千羽鶴を折っていたんですけれども、その千羽鶴を折って、で結局その病気治らなかったんですよね。でその時に千羽鶴を折るよりも一緒にいた方が良かったなっていう風に思ったのが、そこから今の割と理にかなったことを選んでいくっていう価値観にもつながったんですけれども、そこがなんか唯一最後の後悔というか、そういった経験かなと思ってます。かしこまりました。ありがとうございます。それではですね、また別のことを伺えればと思うんですけれども、希望部署がですね、複数の部署があるので、そのご希望通りにこう配属できるかどうかっていうと、ちょっと保証は難しかったりするかも、保証はできる、保証することが難しかったりするんですけど、もしその希望部署に行けなかったらどうかなとか伺ってもよいですか。大丈夫かなと思ってまして、実際にこう御社を志望させていただいた理由に関しても、私自身が20代のうちはとにかく働きたいというふうに思っているの でその際に、全ての企業様こう利益が出ていれば社会に対して社会貢献をすごいしているというふうには思っているので、その上で御社の理念が最も自分がこうなったらいいなっていう世界に近かったので、なのでその上でであれば希望部署じゃなかったとしても特に問題視はしていないです。かしこまりました。それでは最近気になったニュース教えてください。
はい、TikTok パルスというあのサービスについてのニュースです。 TikTok パルスというのはあの TikTok っていうのはもともと例えばこう動画に広告がつかない形で、 YouTube って動画を見るときに広告がつくと思うんですけれども、はい、あの YouTube でよくこう動画流れてくる動画のような形で上位のいわゆるこう TikToker の人たちには広告をつけましょうっていうのがこう今6月からですねアメリカで実装されるようなサービスになってます。でそれをが最近一番気になったニュースです。ああ、それは TikTok の中の新しい機能みたいな感じなんですかね。おっしゃる通りです。でその上位の TikToker は広告収益を得れるし、ユーザーはその上位の TikToker を見るようになったら広告ちゃんと見てねみたいな。おっしゃる通りです。ちなみになんでそれが気になったんですか。ありがとうございます。と今までですね TikTok はそういった機能がなかったので、 TikToker のいわゆるこう TikToker の方たちは基本的に事務所に入って案件を受けてっていう形で、いわゆるこう提携を立てていたような流れになっていたんですけれども、YouTube であった流れ、その TikTok、YouTube 事務所から YouTuber が脱退するっていう流れが、おそらくこう TikTok でもこの機能が実装されたら起きてくるんだろうなっていうふうに思ったのと同時に、とある種そこでの数値が、そこでどれぐらい広告が見れたの、広告が見られているのかっていうところが分かったとしたら、TikTok も YouTube のような形で広告枠の営業ができると思うんですよね。そうなってくると、今まで一応YouTube が一番上で、次に TikTok で、 TikTok が新興勢力としてきてるよねっていうふうに言われていた状況ではあると思うんですけれども、YouTube 今までずっと見ていたこう YouTube にTikTok がとうとう並ぶのかっていうところ で、うん、でそうするとユーザーの人たちもまた新しいものを求めてっていう形になって、 SNS としてまた第2の TikTok みたいなものも生まれてくるのかなっていうところで言うと、本当に循環が早い業界だなっていうところですごく興味がありました。かしこまりました、ありがとうございます。ちなみになんで TikTok はこのタイミングでそのトップの TikToker に対して広告を貼るみたいなのをスタートしようと思ったと思いますか。なんかアメリカから実装されたっていうのが肝かなというふうに思っていまして、で、正確なタイミングはちょっと分かりかねるんですけれども、昨年末かそのぐらいのタイミングで TikTok と、アメリカのオラクル社が業務提携を結んで、でそのそれによって TikTok アメリカでもどんどん広げてっていいよっていう形、そのユーザー情報の流出がかなり防げるだろう、オラクルと組んだことによって防げるだろうっていう形になったので、なのでアメリカでもどん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 広めてっていいよねっていう形になったタイミングで、じゃあもっとユーザーを呼び込むためにはどうしたらいいかっていうところで言うと、やはり YouTube も一番ユーザーが増えたタイミングっていうのは、いわゆるこう YouTuber が増えたタイミングっていうのは広告収益をつけられるようになってからなので、なので TikTok はTikTok で稼げるっていうブランディングをある種立てたかったんじゃないかなっていうふうに思ってます。かしこまりました、ありがとうございます。じゃあ、最後にですね、最後の質問できればと思うんですけれども、今日の面接に点数をつけるとしたら何点でしょうか。80点かなと思ってます。私自身としてはおそらく今いただいた質問を時間をかけて考えた時におそらく同じ回答が出てくるかなというふうに思ったので、そこは自己採点としては50点というふうにつけました。でもう一方の私自身が御社を知る機会っていうところで申しますと、実際にこう御社のホームページを拝見して定量的な情報の部分はしっかりと 目を通していたので、そこはじゃあ25点入ったっていう形で考えて、であとじゃあ25点はっていうところで言うと、まだまだこう御社の実際にこう働かれている方であったりとか現場の方、それこそ私が志望している現場の方にはまだお会いしたことがないので、なのでそういった点でまだ理解には達していないのかなというところで、でも今回こう岡本さんとお話しさせていただいたので、その分の
プラス5点で、あの、全て合わせて80点というふうにつけました。かしこまりました。私はたった5点しか、あの、理解度を高めることができなかったなというふうに思いました。いえ、そういうことではないです。そういうことではなく、はい、はい、ちょっと、あの、もう少しちょっと岡本さんのちょっとお話をお伺いさせていただけたら、あの、いろいろご理解できるかなと思うので、ぜひ、あの、次の面接でもよろしくお願いいたします。はい、かしこまりました。よろしくお願いします。それでは本日の面接を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、鈴木さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、鈴木さん。いや、難しかったですね。ちょっと今、この結構イレギュラーな質問が多かったと思うんですけど、イレギュラー質問全般が聞かれる意図とか、あと回答のポイントとかあったら教えていただきたいです。そうですね。イレギュラー質問が聞かれる意図としては、まあ、基本的にこう自己 PR とか口かとかって、はい、まあ、聞かれるだろうなと思って準備しているもの、うん、で、イレギュラー質問ってやっぱりあんまり準備している人が少ないので、うん、そういったとっさの瞬間にどういうふうな対応ができるかなっていうのが見られているポイントになるかなと思います。うん、はい、ありがとうございます。例えば動物に例えるとみたいなのって、どういうふうに答えるのがいいんですかね。この質問の個別具体のところでいくと、その例える人が自分を表していて、うん、かつそれを先行企業に伝えたときに、あ、そういう特性がある人であればうちの会社で活躍しそうだなと思ってもらえればいいが、その個別具体の動物に例えるとなんですけど、はい、そんなの一発目に聞かれて答え出るわけないんですよ、はい、っていうふうなところでいくと、汎用的な解決策でいくと、うん、そういうイレギュラー質問が1回聞かれたら、うん、1回目は答えられなくていいんですけれども、まあ、2回目から答えれるように準備するっていうのを先行受けて、イレギュラー質問されるたびに拡張していくと、うん、最終的にイレギュラー質問が全部レギュラー質問になって対応できるようになっていくというふうな流れかなと思います。ありがとうございます。じゃあイレギュラー質問は全体的に、まあ、自分のことを答えるだけじゃなくて、受けている企業で活躍できますよっていうところも示せるといい。はい、そうですね。なるほど、ありがとうございます。それでいくと、イレギュラー質問以外も含めて面接の全ての質問に対する回答というところでは、うん、その活躍イメージを持ってもらえたら分かりやすくなるみたいなところがポイントかなと。バカ正直に答えるのがダメ。それは何を目的とするかによって変わるかなと思うんですけれども、うん、受かることを目的とするのであれば、うん、その企業で活躍しそうな人というふうに見られ方をした方がいいですし、でも自分はこの個性を発揮して働きたいんだというこだわりがすごくあったとしたときに、それを伝えた上で落としてくれた方がいいよ、マッチしないならという、そういう戦い方をするんだったら合わせに行かなくてもいいかなっていう、そこはその人のこう就活のスタンスというかに分かれるところかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ鈴木さんの良かった点などありましたら、あの、教えていただきたいです。良かった点でいくと、まずめちゃくちゃ頭が切れそうな雰囲気も出てますし、自分で自分を賢いと思ってますし、あと目標達成するっていうのをやりきる能力の高さを一貫して伝えてくれましたし、ずっとやってきたんだろうなっていうのはすごく伝わってきました。その頭が切れるとか、頭いいなって感じたポイントってどこなんですか。まあ、一旦目は全部準備してた回答だと思うんですよ。それって多分誰でもある程度準備すればできるラインなんですけれども、うん、そうじゃなくて突発的な掘り下げに対しての対応っていうところのズレというか、矛盾点とかがすごく少なかったりだとか、うん、人生で最も後悔してることは一番良かったなと思いました。鈴木さんが一番人らしい回答してくれた瞬間すごく合理的で、そして成功最高に出すなって伝わってきたんですよ、うん、なんですけど、そこに至る背景というか、めちゃくちゃイメージできて、うん、すごい良かったなって思いました。はい、ということで今回の面接は以上になります。皆さんもぜひこの回答を、ね、参考にしてみてくれたら嬉しいです。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。